あ、こんにちは。こんにちは。はい、社長革命の後藤です。今日はちょっとインタビューということで、来ていただきました。新井さんです。こんにちは。こんにちは。新井さんはですね、株式会社サクシードさんの執行役員で、IT コーディネーター、普段は IT の導入に関する講義だとか、さまざまな補助金などもいろいろやっておりまして、私も何度も教えていただきました。最近では、地域は、宇都宮でしたかね、はい、栃木県を中心に栃木県、はい、はい、なんかお役所との関係も地域づくりとか、そうですね、自治体であるとか行政に近いような組織さんとの、お付き合いというか、多いですね。なんか、つぐならという名前ですか、はい、ウェブサイトを新しく、そうなんです、今月ですね、地域内の、我々の本拠地である栃木県内の、地域企業同士での M&A を促進できればと。あ、企業同士での M&A。そうですね。なるほどね。はい。それを今、スタートしたばかりっていうところです。サクシードさんそのものの会社はどんなお仕事ですか？はい。その事業承継というものは、一番のテーマになってまして、事業承継の支援っていう形で、経営者の育成、経営幹部の育成ということですとか、もともと金融機関出身のものが、たくさんありますので、新井さんも確か金融機関ですね。私もはい、キャリアスタートが金融機関だったんです。代表も確か。そうです。はい。そういったバックグラウンドがあるので、そのいわゆるお金回り、財務についての、コンサルティング。なるほど。はい。であるとか、はい、私の方では、その IT に関するご相談、コンサルティングということを中心に、なるほど。授業を行っています。確か前聞いたところによると、MA、うまくいった場合ですね、はい、その後からの、いわゆる経理だとか、はい、そういう金融関係のコンサルも引き続きやって長いお付き合いと、そうですね、いうようなことを聞いていますけど、はい、そんなような関係でしょうか。そうですね。できるだけこう多くタッチポイントを作って、一人、一社一社と、長くお付き合いできるような関係性を作っていければなという形で、授業をしております。はい、買い取るというかね、買収終わったら、はい、それまでということじゃなくて、はい、その先までをということ で、 そうです、ね、素晴らしい取り組みだ。敷地内なので逃げられないっていう。なるほど、なるほど。それがありがたいですね。そうですね。はい。実は新井さんには私どものホームページですね。ホームページの、はい、運用をしていただいて、とても頼りにしております。そんなことで今日は社長革命のインタビューということで、はい、今日はお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。新井さんにも登録していただいてますけども、以前からこんなことをやるんだということで、はい、この1月から私本格的に始めたんですが、はい、社長革命という言葉そのものから、はい、どんなイメージを抱くでしょうか。そうですね、社長の仕事っていうのは比較的こう定型的な部分っていうのが比較的多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、そこで革命って一体どんなことなんだろうっていうのが、やっぱ興味、心身っていうところですね、なるほど、はい、どんなことだろうかということがね、はい、そうですね、最初のタイトルでは頑張っちゃいけないとかですね、はい、ニュアラいらない目標を作るなということで、あれと思われる方も多いと思います、はいはい、ありがとうございます。オープン動画一番最初に出てくるんですが、はい、見ていただいたことどうでしょうか。はい、いろんなメッセージがあって、革命ってそういうことかっていうふうに思いましたけれども、その中でも私が印象的だったのはですね、言ってはいけないっていうキーワードでしょうかね。普通はその売れっていうのが、社長の仕事だと思うんですけど、売れとか、今日は何だいたとかですね。そうですね、ノルマであるとか、それと真逆っていうところなので、それはどうやったら実現できるのかっていう部分にものすごく、私自身も興味があります。あ、なるほど。はい。たくさんいろいろね、言わせていただいてるんですけども、その、売ってはいけないということに関しては、最初はと思うんですが、ちょっとだけお話し始めると、あ、そうだよねって、実はみんな分かってるんですね。買っていただくわけですから。はい。そうすると、お、そうだよねっていうことで、そんなことでも、日常普段やってることでも、噛み砕くというかですね、分かりやすく、ちょっと目線を変えて、お客様目線にすると。こんなことを考えているってことですね。はい。ありがとうございます。メルマガ何通か届いてくると思うんですが、はい、現在、なんか印象に残ったのが一つありますか？とにかく、頻繁に届くっていうところが素晴らしいなと思います。はい、あれだけの、テキスト量をどうやって、ひねり出しているのかっていうところが、もうまずびっくりする。はい。実はこれ裏話がありましてね、最初365日毎日送るんだと。いうことで、実は何度もやり取りがあったんですね。
毎日来たらうざいじゃないかということなんですが、今言っていただいたようにやはりこちらの決意というか伝えたいということ、まあそれのを見ていただくという意味で365本がいいんだということは、今初めて見てまだまあ10日20日ぐらいですけども、はい、何人か聞かれてすごいっていうかですね、取り組み気持ちが通じるっていうことを言っていただいて、そうですね、ありがたいなと思います。はい、びっくりしました。はい、あとまあ期待というか、まあ、こんなこととかこんな面白いことがあったらいいななんて、もし一つか二つあったら、まあ、そうですね、まあ、今までにもいろいろお伺いしても社長の、まあ、今までのこう、まあ、大変だったことであるとか、まあ、もちろんそのうまくいった話であるとか、まあ、様々なご経験をされているので、まあ、そういう部分、まあ、まだ我々、まあ、経営者経営幹部として全然経験が足りない部分なので、そういう部分、ノウハウというかそういった部分を、教えていただけたら、まあ、とてもこう後ろに続くものとしてありがたいなというふうに思います。はい、まあ、実はなかなかテキストにしちゃうとか言葉あるいは画像にしちゃうと言えないこともあるんですけど、まあ、そんなのも将来的には、まあ、なんかの機会にリアルでも集まってね、はい、ここだけの話みたいなできたらいいなと、素晴らしいというふうにも考えてますので、はい、まあ、今ちょっとこれ今後考えていることをいくつかお話したいと思います。いくつか YouTube でももう上げさせていただいておりますけれども、私がさまざまな、結構いろんな知り合いが多いんです、多いものですから、友達が書いた本などからですね、気づきの内容あるいは実例を、まあ、皆さんにお伝えする、また結構セミナーを毎月だいたい3つぐらいは出ていますので、皆さん社長として皆さん興味のあるような内容のセミナーが多いですので、それを私なりに噛み砕いて、ポイントをいくつか皆さんに、動画などでお知らせしていきたいと、また当社が行っている、まあ、これも実は Zoom で作ってるんですけどね、まあ、そんなこともこんな簡単にできますよ、場合によっては、まあ、お金をかけずにできますよというのももちろん皆さんたくさんもうすでに知ってる方もあるかと思いますけれども、そんなことも IT 情報として、結構得意なもんですから、お伝えしたいなと思います。またちょっと変わり種というかですね、これ統計学なんですけど、誕生日でわかる個性学と、人事問題だとか、友達上下関係とか、あるいはお客さんとの関係なども実はこれ結構分かるんですね。実はそういうことで、よく分かるものですから、そんなのも順次お伝えしていきたいと思います。それからまあ、ちょっとこれ突飛なというかですね、実はまあ、自動車屋なもんですからキャンピングカーも販売をするんですが、キャンピングカーを頼んで、それを事務所にして、はい、MacBook 一つあればいいんですよ。仕事ができる。はい。で、ユニークな会社だとか、実績を上げてる会社の社長に取材に行くんです。で、昼間取材に来てライブで皆さんに流して、まあ、夜はキャンピングカーの中でそこの幹部を何人か集めてですね、宴会やるんですね。はい。そこで本音を聞くと。それは面白いですね。いうようなことを、で、次の日は私パラグライダーが趣味なもんですから、午前中飛んで、午後にはまた皆さんの、ね、メルマガ書いて、また帰ってくると、こんなことを実績でいい企画です、楽しみです。遊びながらやってしまう。なるほど。ということで、はい、最後に、もし、まあ、他の人に当ホームページですね、あるいは社長革命のサイトを進めていただけるとしたら、どんなふうに進めていただけでしょうか。なるほど、なるほど。そうですね、まあ、経営に悩んでる方っていうのはもちろんですけれども、まあ、その今別にそんな悩みないよっていう方に関しても、まあ、何がしかのヒントっていうのは、うん、間違いなく得られるような、はい、情報っていうのがもう日々、配信されてくる、もうサービスになっているので、やっぱ必見っていうことはもう言えますかね。嬉しいですね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ引き続き応援の方よろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。新井さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。